そうだね、脱皮して大きくなるんだね、ザリガニは。見えんぞ、奥底が。あ、いないかも。いなそうですね。ペンが捕まえました。ザリガニ初めて見た。初めて見た、すごくない？ペン捕まえたよ。さすが持ってるな。他にもいるんじゃないか。うん、出産するかもね、この子。うわ、さすがだな。釣りは一切釣れないけど、こういうのを取れるな。剣はクワガタもそうですね。え、取らせて。おお、あらー、いました。見て、パパも見つけたんだ今。うん、子供、子供、うん、あー、見えなくなった。剣がそこ座るから。俺全部濁った。今と教えたのに濁っちまったぜ。でかい？でかい。あ、ほんと。取って取って。ちょっと。見て。てれー。てってれー。ハンド。てってれーだよ。ハンドだ。はい。やばいな。そう、ここら辺いるんじゃないか。この子さ、ちょっと、あ、魚だ。魚じゃない、横エビだ。エビ？横エビはザコだ。いらん。ザコって言うなよ、キちゃんだからさ。いや、ザコだ。2匹歩いてる。来る？ここと、ここに2匹いる。どこ？ここと、ここに低いやつ。どこ？どこ？どっか見てみようか。
うん、ほんとほんと。捕まえていい？いいよ。うん、あれ？それゴミだ。それゴミだ。あ、違う。早いな。早いよ。早いな。行ってた早いよ。シミ早いね。はい、どこ行った？いいでしょ、まだ。どこどこどこ？まだいる。指さしたとこにいる。あ、違った。どうだ。こんなもんすかね。いたよ、ブラブラ。アメリカザイガニ、ザコだよ。ザコではないぞ、めっちゃ強い。すごいじゃん。日本ザリガニです。日本ザリガニ。すごいな、日本ザリガニ。ねえ、カメラ撮って。いた？あ、いた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 。はい、捕まえました。捕まえました。すっごいね、あれ入れて。観察したら逃がすよ。すごいね。チェネチェネ。一番は僕らで。でかいでかいでかい。行くよ行くよ行くよ。スイツーポットット。こっち？そっちにここでしょ。こっちにもいたの？こっちにもいる。こっちにもいたの？2匹いましたか。いたいたいた。でかいぞでかいぞ。あ、いた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 。ん？ほら、ここにいました。あ、ん？見えましたかね。あ、そうそう、こいつこいつこいつ。うわぁ。じゃじゃじゃん、見せて。ディリンディリンディリン。なるほど。自然をね、残していかないといけない。だから、おい逃がして帰りますよ。いいですか。早いでしょ、水に落ちたらね。ザリガニでーす。ザリガニでーす。でーす。もっとでかい。ちっちゃいけどな。いっぱしの体してるよな、うん、挟まれるぞ。挟まれても痛くねえかな。よし、固まってる。おい、一番ザリガニです。たくさんいますね。一番はこいつ。でぃー。なんか元気ないからさ、それ逃がしてやろう。反対じゃね、頭上にして。お尻下に。卵産んでま、卵ありますって。卵あります。メスちゃんです。あ、ごめんなさいね。はい。じゃあもう、こいつはもう、あの。最後に、最後にまとめていくから。はい、他のを見せて。葉っぱ捨てて。じゃあこの子、うん、ちょっと待って、落としそう。元気いっぱいザリガニくんです。ザリガニくんです。ザリオくんです。おーおーおーおおおお、元気いっぱい。落とすなよ、落とすなよ、落とすなよ。わーわーわー、ね、一回下ろして。すごい、すごい力だ。俺の親指も取れそう。結構取れましたね。何匹取れた？わかりません。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9です。9です。ハサミの数は1匹につき2匹です。 9×2 はわかりません。18です。ふざけんな。だって本当にわかんないもん。 9×2 は9×2 は18です。はい。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。
親指が切られそうだ。バブちゃんですね。バブちゃんです。バイ。はい、戻して。はい、さあ逃がすよ。はい。一匹目の人っ子です。はい、じゃあね。はい。はい、二匹目の子です。はい。バイバイ。元気でね。ねえ、その子最後って言ってたじゃん。頑張ってね。はい。頑張ってねも何も。頑張ってというか、頑張って育ってね。育ってねえだな。本当ケントに邪魔されたからな。生きてるの。ちっちゃいの取れないから大きいのさ。あ、待って。僕小さいの取る。頑張って。逆さまに取って、はい、で逃がしてあげて、なんでそこ、はい、最後の一匹、じゃあ、はい、バイ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 